お、ミーシャのレベルが5になりましたね。やったな、ミーシャ。オータル爆弾の術は仕掛けるコタル爆弾が一定確率でオータルに変化するラッキーなスキルにゃ。なんでそんな運なの？夏気度が上がればオータル率もぐっとアップにゃ。習得したいなら地道に経験を積むことにゃ。お前が経験を積むんだろ？お供スキルの一つ、毒性攻撃麻痺って知ってるかにゃ。ああ、一定確率で麻痺が出ますと。なるほど。なんとキッチンには5匹までアイルが雇える。へえ。あと1匹じゃないの？これ。旦那さん、ベースキャンプに置いてある支給品ボックスを利用してるかにはもちろんですよ。いろいろ便利なアイテムが入ってるけれど、中にはクエスト終了時に回収されるものもあるにゃ。支給品専用と書かれているアイテムが回収されるアイテムにゃ。あれな。今から自家談判してちょっとなくしてもらおうぜ。提供するものはすべてハンターが受け取れる仕様にしてください。さあ、そして。はい。やっぱ肉肉が安定ですね。あれば肉肉で。さあ、もう左から順番にやってるんですけど、まあ続いていくならババコンガですね。ババコンガ。ババコンガね。今氷属性の弓なんだけど、ババコンガって弱点なんだっけ？火とかだっけ？氷って食らうか？まあでも、攻撃力別にもう一個の方と変わらんし。いいよな、これで。このブタックさ、裏の家で生まれた子なんだってばさ、オラに遊び相手がいられるのかな。あ。プーギーって名前なんだ。ダバーよろしく頼むじゃ、すげえ早口で言ってそうだな、これ。お前んちもういいよ。ベンチで勝ってやるわ、お前は。生姜焼きだな。さあ、蜜リンリン。で、今回体力増えてますからね。肉肉でどれぐらい増えてるんでしょうね、体力。おお、120か。やっぱ20ぐらいなんだね。まあ、おそらく、うわぁ、乱歩するわ。退屈してる、したくねえな、この中で。そして夜の扱いだから、やっぱそうだよね。10番にはいけないので、まあ3番じゃないですかね、普通に。やっぱりな。なんだ、お前は！相変わらず尻についた青キノコとか食ってるもんな。さあ、ここでババコちゃんコンが登場とは。さあ、毒にして死んでよ。なんか別のやつ当たっちった。いや、よく見たら普通のコンがいるな。これはだるい。いいぞいいぞ。とりあえず無視で戦えるだけ戦ってみるか。あと微妙にお前身長低めだから、ちょっと当たっちゃうな、当たっちゃうなってか当たらないな。えれ、これ連続攻撃だよね、こうやって。え、毒になんないかな。毒になったらだいぶ減るんじゃないかなと思うんですけど。おならがリアル。あぶね。いやーお前そんな連続で。あ、ちょ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 。おいしょ。お前に弓で挑んでるのがなんか新鮮だわ。あはー、もうないわ。もう。たまにあの視点がね、おかしなことになるんですけど、下向いちゃったりとかするんですけど、あの、パッドの調子のせいなんで、あの、すいません。指が引っかかって押してるとかではありません。よし。尻に矢を向ける。ん？矢を尻に向ける。見えないんだけど。いいぞ、ミーシャ。爆弾一筋のミーシャなんでね。爆弾を投げることしかできません。そうやって言っちゃうと、なんかあんまり強く、ああ、ミーシャ。あんまり強く聞こえねえな。爆弾しか使えねえって。一体何を学んできたんだ。頭、トサカがなんか壊れたよな。できれば狙いたいんですけどね。いやー、これはまずいぞ。あ、よかった。そろそろ、こっちの小型くんも倒しといて、頭を狙おう、頭を。復活。
いいね、遠距離だからさ、お前のその俊敏な動きにも対応できるのがありがてえ。マジで近接だったらさ、上に飛び上がったりさ、バックジャンプするたんびに接近しなきゃいけないから大変ですよね。あーちょっと、ってどこに当たったんだ。あーランゴスタに、いいね。お、怒り状態長いな、やっぱりそこまでがこんなに通ってる感じがしない。あと動きが微妙に速い。いいね、爆弾も当たってひるむにひるんでいる。あ、鼻かゆいよしよし、大丈夫大丈夫。やっぱぴょん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 跳ねますね。さあどうだ、まだまだ耐久してくれる。あ、てかそろそろペイントボール投げとくか。視点が、うん、そろそろ移動の感じするもんな。ほら移動じゃないこれ。なんという勘が冴え渡っているんでしょう。9番、あ、ブルファングいそうで怖え。あー、指示向けて待機してる。よし、ほんと頭に当てたい。どこに向かってますのん。あー、びっくりした、バグったんかと思ったこんなムーブしちゃダメだよ。壁に向かってずっと走り続けるなんて。いや、またそのなんか似たようなムーブ貫通するよな。1段階で、まあ2段階で撃っちゃうけど、毎回溜めて撃った方がまあ火力入るよな。はい、怒り状態。いやー、やたらめったら投げいけ、コタラー、いいぞー。爆弾のダメージどれくらいなんだろうな、これ。コタルだから、まあそこまで入ってないのかな。オータルだったら入ってそうだけど、かなり。やばいって、それあーたらねまともな被弾がランゴスタってさ、やばい、あいもうひどすぎる、ランゴスタくん。うん、先駆除しとくか。なんかなかなか壊れないな。あれ、その角壊れたよな。その角壊れると普通のコンガみたいな見た目になるの。当たってないのが原因かもしれないけど。当たってねえのかな、これは。なかなかあの小さい頭を狙うのは大変ねえ。どこ行くの？なんだそれ。え、何それ。腹減ったってこと？あー、移動してった。蜂蜜取ってくわ。君はさ、動き遅いな、お前。あの俊足だった頃はお前はどこ行ったんだ。だいぶ俊足を飛ばしていたあの頃とは打って変わって。でも相変わらず体力あんな。あ、爆弾でとどめを刺す。あー、消えるの早っ。
ああ、そういえば捕獲できるんだよな。捕獲ちょっとやってみるか。よ、今回。こっち見てるね。やあ、バカ。ああ、バカ野郎、これはまずい。何なんだよ、あいついんのかよ、ここ。あ、止めてくれてる、止めてくれてる、止めてくれてる。あー、いいぞ、いいぞ、いいぞ。あー、ちょっとブルちゃんを仕留めないといけないか。飛んでかないよな、飛んでったわ。なんでやねん。多分これ5番、6番、6。寝る？寝ます？おお、寝たぞ。よし。いや、ちょっと捕獲だな。捕獲しよう。10分くらいかかったな。意外と。ヤンクックの感じでいけるかなと思ったんだけど。よいしょ。どうだ。イエーイ。いい目見ろよ。地獄でな。2回ぐらい採掘できないかな。ここあるよね。おら。お、3回行く。4回も行っちゃう。あれ？これ。あ、これ1分なの？ 20 秒じゃないの？捕獲でも1分期間なんだ。まあ今後こういうのもなくなっちゃうっていうね、感じっぽいからね。ああ。最新作になるであろう。なるであろうというか。今後出る予定の最新作。モンスターハンターワイルズだ。シームレスなプレイになるっていう話なんでね。もうクエスト受注方法とかもちょっと変わるっぽいんですよね。モンスターと遭遇した時点でクエストがもう張り出されるみたいな。倒したらそのまま探索続行できるみたいな。なんかそんな感じになるらしいんで。いや、楽しみですね。何この黄色い皮。極彩色の毛。あー、なんかあったっけ？あんまり素材をさ、一個一個覚えられないから。何もねえ。どうなん、素材覚えてないんだよな。前もなんか円盤石が出てたやつ、なんか初代モンハンぐらいだったかな。円盤石なんてあんので知らなかったとか言ったんだけどさ、ダブルクロスにあったんだっけ、円盤石って。全く知らんかったわ。全く知らんかったっていうか、全く覚えてないわ。こんな覚えてらんないよ、素材一個一個なんて。なんださんにこれをあげるにはありがたく思うにゃん。楽要素、ありがとう。あやとちゃん、ありがとう。まあ、とりあえず体力が上がるのは肉と肉っていうのが分かりましたんでね。ああ、よかった、あるわ。弱いの恋だって。え？弱いの恋。ってことは弱いのが出てきてしまう。わかんないけど。じゃあ大型行くか。大型行ってしまうか。ちょっとこの流れでコンガーに行こうかと思ったんですけど。そうねー。ドスガレかな。俺、こいつと挑むとき絶対音爆弾ないときつい気がするんだよな。爆薬って。なんだっけ、火薬草とニトロだけだっけ。